内会竹雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、河田と高校の診療所、院長内海竹雄と申します。<noise> 放送では、医療にまつわるちょっと野球いたす小話を、毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開の話、6や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、ちょっと、まあ以前にもね、確か何か扱ったテーマではあるんですけれども、専門についてですね、改めて、 ちょっとお話したいなというふうに思いいますというのは、ちょっと私ですね、まあ、あの日頃、高齢者をかなり見ることが多くてですね、まあ、今はちょっとそうではないんですけれども、以前の勤務先とかですね、まあ、かなり高齢の入院患者さんで、この専門になる方ってね、あのかなり多く見てきたんですよね。あとは、緩和ケアの領域でもですね、まあ、つい先日、緩和医療学会っていうのがありましたけれども、この専門っていうのは非常に、ね、大きなテーマの一つで、でまさにですね、 まあ今年じゃない去年かなうーんと、そうですね。昨年ですね、あの、専門のガイドラインっていうのが改定されたので、まあちょっとそれも含めてですね、改めて専門っていうのを取り上げてみたいなというふうに思います。 でそもそも専門って聞いたことはありますかねこれ毎回あの、なんかこういう問いかけから始まりますけれども、専門ってですね、まあ、医療者だったら知ってるワードだと思うんですけれども、あんまりね、こう一般的に使われるワードではないと思うんですよね。ただ、あの実際医療現場では専門を見かけるケースっていうのはもう非常に、非常に多くてですね、でまあ、この専門へのこう対策とかっていうのを、あの国としてはですね、この あの、支援したりしていて、まあ、非常に重要な、あの、まあ、病気というか、まあ、症状というか、はい、の一つになっています。で、えっ、ー、と、まあ、専門はですね、えっ、ー、と、まあ、医療者でもね、結構間違っている方多いんですけれども、この精神症状が結構出る、まあ、ちょっと後から言いますけれども、この、なんか、変なものが見えたりとかですね、あるいは徘徊したりするので、この精神症状としての専門を 結構注目される方もいらっしゃるんですけれども、これ、あの、実際にはですね、本体はこう意識障害っていう意識の低下なんですね。で、意識障害っていうと、本当にね、えっ、ー、と、いわゆるこう呼びかけても反応しないっていうような、そういうのをね、イメージされる意識障害の方、意識障害をね、イメージされる方多いかもしれないですけれども、実はそうでもない意識障害っていうのがあるんですね。例えば、まあ、一番よく、 例として挙げるのがあのお酒飲んでですね。飲みすぎて、えー、なんかよくわからんことになる方とかっているじゃないですか。語っているじゃないですか。っていうか、まあ僕お酒飲めないんで、僕あのお酒少し飲んだ瞬間に意識障害になります。けれども、もまあ、そんな感じで完全にね。このあの応答できないっていうのだけではない。意識障害のレベルっていうのもあってで、その典型例がこの羨望なんですよね。はいで、えー、特にその専門の場合にはこの日大変動っていうのを？を 日大変動を伴うっていうのが非常にポイントで要は日中はもう全然普通まあ本当にまあいつも通りなんですけれども夜になると突然大暴れするみたいなそんな感じが非常に典型的な専門でこのだから日中だけを見てると本当に専門があるのかどうかよく分からないっていうこと。 が、しばしば生じます。なので、特にね、まあ、入院とか、まあ、施設の場合もそうだと思うんですけれども、夜勤の方ですね、に、ちゃんと情報を聞かないと、お専門がし生じていることがわからないとかっていうこともしばしばあったりします。はい。 で,すね、で、えーとまあ、さっきも言ったように、まあ、この専門っていうのは、まあ、もちろん若い方でもなるんですけれども、やっぱり高齢者に多くってですね、そうすると、あの認知症がです、ねまあ、急に進んだみたいに思われる家族さんとかね、まあ、医療者もいたりするんですけれども、これはね、もう認知症とは根本的に異なります。が 異なるんですけれどもただ、認知症がもともとあるとですね、この専門を発症しやすいっていうのもあって、だから、まあ、もともと、その専門になりやすい人をね、抽出するっていうような、そういうあのスクリーニングっていうのもあるんですけれども、特に認知症患者さんにおいては、まあ、専門の予防ですね、が非常に大事というふうに言われています。はい。で、えー、っと、あ、で、その次にね、まあ、ちょっとこれ、専門的に難しいんですけれども、まあ、先ほど言ったように、専門ってですね、まあ、夜に、 えっと、大暴れしたりみたいなっていうようなイメージをお持ちの方が多いと思うんですけれども、これはですね、まあ、典型的な過活動型の専門ということで、まあ、活動性がその増してしまうタイプの専門なんですけれども、そうじゃない専門っていうのもあるんですね。それが、あの、低活動型専門っていうので、まあ、要は活動性がね、逆に落ちてしまうっていうものですね。で、これね、あの、非常にね、見逃されやすいというか、見逃されているというふうに、まあ、多くの研究で言われていて、というのは、 あの、過活動型だったらさっき言ったように、その、おまあなんか、点滴をね、自分で抜いてしまったりとかですね、えっ、ー、と、夜徘徊したりとかっていうことで、まあ非常にね、わかりやすいんですけれども、低活動型の場合には本当にね、ベッドで横になって、 まあ非常におとなしくしてるというか、あのジーンってなってるっていうことで、まあ、これ打つとかともね、あの見間違え、あの間違えたりすることもあるぐらいなんですけれども、はい。っていう感じで、低活動型は、その、あんまりこう派手じゃないんですけれども、でも見逃してはいけない、えー、専門というふうに言われています。はい。 えっと、まあ、先方の、さっき言った、まあ、予防の観点からもそうなんですけれども、この先方っていうのは、ま、意識障害なんで、こう、必ず、まあ、ほとんどの場合に、ね、原因が、原因検索っていうのは非常に重要になってきます。で、えー、意識障害っていうのは、まあ、ま、IUO チップスっていうのでですね、こう、語呂があるんですけれども、そういうので、ま、原因をいろいろ調べるっていうのが、まあ、ま、 あの、医者はね、まあ、ほとんど知ってると思うんですけれども、そんな感じで、まあ、専門はですね、まあ、もちろん、その対応、お薬とか、あとはお薬以外の対応も重要なんですけれども、その前に、なぜ専門が起きてるのかっていう原因ですね、これを調べるのがね、非常に大事で、なので、えっと、専門ってね、結構精神科医がね、対応するケースがね、多いっていうか、まあ、実際そうなんですけども、多いんですけれども、僕、個人的にはね、もう専門こそ内科医 が見るべきというふうに思っていてというのは、あの、まあ、私の領域でいくと、例えば腎臓のその電解質っていうミネラルバランスの異常で起こってくる専門とかっていうのもあったりするんですよね。カルシウムが高いとかナトリウムが低いとかですね。はい。で、ま、もしこういうのがあればですね、まあ、そっちを対応すればよくなる話なんで、その専門に対するお薬ですね、もう使わなくても、 とてか、まあそ、使っていても、その根本治療にはならないので、えー、専門の原因をまず見つけて、それに対応するっていうのが非常に重要になってきます。はい。で、あとは、えっと、あ、そう、緩和の領域ではですね、終末期専門ですね。まあ、その終末期じゃない方でも専門って結構起こりうるんですけれども、本当になくなる直前ですね、終末期専門に関してはね、まあ、かなりの確率でいう起こるというふうに。 されていて、まあ、ここがね、まあ、やっぱり原因がもうなかったりとかですね、あるいは、まあ、いろんなお薬をね、使っても、なかなか良くならない、不可逆性というふうに言いますけれども、いうものもあったりします。だから、こういう時に、まあ、ご家族さんにですね、その、まあ、専門っていうのはそういう状態であるっていうことを説明したいとかですね。 まあちょっとコロナ禍はなかなか難しかったですけれども、まあ付き添いしていただいたりとかっていうのは、まあ一つ選択肢になるかなというふうに思いますし、あとはまあさっき言ったように、まあお薬の治療以外のケアですね、これがね、非常に専門には大事っていうふうに言われていて、そのご家族さんが付き添ってもらうとかですね、あとはまあ普段えよく使ってるそのメガネとか補聴器とかですね、まあ入れ歯とかですね、こういうのもあのしっかりやるとかですね、あとは時計を置くとかですね、そう、こういうあの、 非常にね、普通のことなんですけれども、そういう非薬物療法って言いますけれども、そういうケアも非常に大事というふうに言われていたりします。あ、そう、日中カーテン開けるとかもそうですよね。はい。っていう、そんな感じです。で、あとは、あの、同じね、専門って名のつ付くもので、アルコール脱す専門、アルコールに関連するね、専門っていうのもあるんですけども、これはね、ちょっと話違っていて、これはね、ちょっとまた、もし機会があれば別な。 機会にお話したいなというふうに思いますけれども、まあ今日は、まあアルコールではない一般的な専門についてお話しさせていただきました。まあなかなかね、やっぱり専門、まあ本当にね、あの、医療業界では、医療業界ではってか、まああの、介護でもあるかもしれないですけど、非常によく出会う,う症状の一つなんで、まあぜひね、正しく知っていただきたいなと思って、まあ今日お話しさせていただきました。はい。何かの参考になれば幸いです。 では、今日も幸せな一日でありますように、お相手はない会の竹江でした。興味津々。